はい、どうも、ぬいさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか？というわけでね、今回は、ぬいさんぽ T シャツの当選者発表ということで、やらせていただきたいと思うんですけれども、プレゼントする商品はこちらでございます。はい。ぬいさんぽ T シャツ、カーキバージョンですね。見えます？はい。白と黒を販売させていただいてたんですけど、一応今回、カーキを限定色として、プレゼントさせていただきます。で、実際ね、届いたものをちょっと着てみたんですけど、思ってたのとはちょっと違うな。思ってたのとはちょっと違う。ちょっとカーキ感があんまりないかな。むしろグレーに近いかなっていう感じなんですけど、まあまあでも、いい感じやと思います。はい。こちらの方をね、ちょっと今回10名様にプレゼントさせていただく抽選会をね、やらせていただきたいと思いますんで、皆さん最後までご視聴の方よろしくお願いします。それでは、どうぞ。はい、それでは早速ぬいさんぽ T シャツカーキ10点、抽選始めていきたいと思います。それではまず1人目いきましょう。ポチッ、タ・イットさん、おめでとうございます。小4の息子に懇願されて米してます。最近は大きくなったらぬいさんみたいになりたいとか言い出す、始末で親としては複雑な心境です。どうか T シャツは他の方に当ててください。いや、もう当たってしまいました。申し訳ございません。はい。でもね、おそらくね、すごい僕みたいになるっていうのは志高いと思いますんでね、ぜひね、小4の息子さんにもね、よろしくお伝えください。はい。続いて2人目いきましょう。ポチッ、カムスコーガーさん、ちょっと読めへんけど、おめでとうございます。ヌイティ超欲しいの、でもサイズなくなった、デブは見限るんですか？そうですか。はい、見限ります。お疲れ様でした。はい。ちゃんと着てください。ピチピチにしてね、ピチピチにしても乳首浮き出して、着こなしてください。はい。それでは3人目いきましょう。ポチッ、磯部恵子さん、おめでとうございます。ヌイティ欲しいです。テニス大好き、ヌイ散歩で頑張れます。ヌイティお願いします。はい。おめでとうございます。頑張ってくださいね。はい。もうそんなに僕は応援してませんけど、頑張ってください。はい。それでは続いて4人目いきましょう。ポチッ、グリグリくんさん、おめでとうございます。ヌイティを L DVD とセットでプレゼントよろしくお願いします。はい。それではね、アスカキララの L DVD と一緒に、プレゼントしたいと思います。続いて5人目いきましょう。ポチッ、ナオキ三浦さん、おめでとうございます。ぬき散歩 T シャツカモン、もう来ましたね、ついに。はい。まあ間違ってるけど、名前ぬい散歩やけどな、ぬき散歩って言うなバカ。はい。それじゃあ6人目いきたいと思います。半分いきましたね。いきます。ポチッ、西田真帆さん、おめでとうございます。この夏2本ラケット折ったわ、熱すぎて手から親父汁出すぎたからやわ。オープニングで女子をモデルに使うとは詳細の塊やね。白色良いね。カブトムシくらい日焼けしてるから白色絶対に似合う。プレゼント仕様の緑もいいかも。緑着てる人少ないと思うので送ってください。サブリミナル効果がある、トークとテニス動画楽しみにしています。ありがとうございます。ほんまね、松崎しげるさん、おめでとうございます。はい。続いていきましょう。続いて何人目？7人目ですね。はい。ポチッ、シモさん、おめでとうございます。ヌイティ欲しいです。普段から動画参考にさせていただいてます。特にボレーが動画のおかげで浮かずミスも少なくなりました。よろしくお願いします。いや、もう優等生のコメントです。ありがとうございます。ヌイティプレゼントさせていただきます。そして続いて8人目、ポチッ、マーク17モッドさん、ゼロさん、おめでとうございます。ヌイティ欲しいです。大学の部活で見せびらかしたいです。はい。バカにされると思うんでやめた方がいいと思います。はい。続いて8人目いきましょう。もうあと2人だけ。ポチッ、マサフレトルトカレーさん、おめでとうございます。 T シャツ欲しいです。ヌイ散歩テニスに彼女に飽きられるくらいドハマりしてます。それでもオンラインストアで彼女の分も買ってしまいました。とにかくぬい散歩テニスがないと今の自分のテニスは成り立ちません。ぜひサイン入りでよろしくお願いします。彼女とね、おソロでね、バカにされてください。はい。
最後行きましょう、最後。行きます。10人目。ポチッ！タカピチャンネルさん、おめでとうございます。テニススクールに T シャツ着て行って宣伝します。よろしくです。次は DVD じゃなく VR バージョン変えますように。ちょっとね、何言ってるかわからないんですけれども、おめでとうございます。はい。いや、プレゼント企画ね、だいたい400名様がお申し込みいただいて、まあ、40分の1の確率で当たった10名様になりますんで、本当にね、ありがとうございます。で、販売の方もね、目標としてた400枚、すべて完売しました。これマジでびっくりしてます、僕。まあ、これからもね、できたらね、年に2、3回ぐらいちょっとね、季節物のオリジナルアイテムをね、タオルとかどうかなとか思ったりするんですけど、どうですか？まあ、そういう小物とかもね、これから出していきたいと思いますんでね、ぜひね、皆さん楽しみにしててください。あとはね、ヌイティ購入していただいた方で、もしね、ツイッターとかインスタやってる方いらっしゃったら、ハッシュタグヌイ散歩つけて、着用したところとかをぜひ投稿してください。見に行かせてもらって、僭越ながらコメントさせてもらいます。はい。それではね、最後に当選された方の T シャツ入手方法を説明して終わらせていただきます。まず僕のインスタかツイッターのアカウントをフォローしていただいて、当たりましたっていうダイレクトメールを送ってください。そのやり取りで本人確認をさせていただき、確認取れたら申し込み用の URL を渡しますので、サイズ、名前、住所等を入力していただくだけです。申し訳ないんですけれども、11月6日金曜日までにご連絡なかった方については期限切れとさせていただきます。はい、それでは皆さん、当選された方も購入していただいた方も、売り切れで買えなかった方も、そうでない方も、ぜひね、私ヌイ散歩の動画をこれからも見て楽しんでいただいて、よければ参考にしていただきながらテニス頑張ってください。応援よろしくお願いします。というわけで今日はこんなところで終わらせていただきます。おつ散歩バイバイ。